読売新聞の松崎と申します。この度はおめでとうございます。まずお聞きしたいのが、今回のコンクールに出場される前と後でそのお気持ちの変化、そのダンスに対するお気持ちですとか、そのプロを目指されていることと思うんですけれども、その覚悟ですとか心境の変化をお聞かせください。はい、ローザンヌの国際バレエコンクールの前はこれが自分のいいスタートが切れるといいなっていう期待や不安があったんですね。で、今コンクールを終えてとてもいい経験になりましたし、素晴らしい環境の中で世界中から集まってきている素晴らしいダンサーたちの中でいい舞台が見れたことをとても嬉しく思っていますし、これがまたこれからの自分のバレエ人生の中で大きな第一歩となって、はい、いいきっかけになったと思います。はい、ありがとうございます。共同通信の武部と申します。優勝おめでとうございます。2点お願いします。先ほど喜びを伝えたということをおっしゃったんですけど、今日帰国されてですね、まずご両親にお会いになってどのような会話をされたのかというのが1点と、それとあとは将来的にどんな役がやってみたいかというのを教えていただければと思います。はい、空港に着いてからちょっと慌ただしくて、あまり今もまだゆっくり話せてない状態なんですけども、まずありがとうございましたと伝えました。で、今後どのような役を、もう幅広く何でも踊れるダンサーになりたいので、どんな役でもこなせていけるような風になりたい。フジテレビの大島です。今回はおめでとうございます。先ほど学校に行ってクラスメイトの方にお友達にお話を聞いたんですけれど、まどかはいつもどの大会に出てもいつも1位だったから今回も大丈夫だと思ってたっていうふうに言ってたんですね。で、もしかしたら自信があったんじゃないかなと思うんですけど、その自信のほどっていうのはどうだったんでしょうか。いや、自信はやっぱり、いや、完全には何とも言えないんですけども、やっぱり自分を信じて行くことが大事だと思ったので、今までの、はい、なんていうんですかね、結果を自分のエネルギーで勝として源として自分を信じて挑みました。はい、挑むことができてよかったです。あともう一つ、はい、お友達がメール送ったけど返事が来ないっていう風にちょっと感じてたんですけれど、はい、もう返信はしてあげましたか？海外で私の携帯繋がらなかったので、だいぶメールが溜まってると思うんですよ。今もちょっと電池が切れちゃって、家帰って充電して返します。はい、すみません。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ後ろの方どうぞ。すいません、週刊誌アイラの福井と申します。この度優勝おめでとうございます。バレエを始められたきっかけというのと、バレエをずっと続けていかれるのはすごく大変なことだと思うんですけれども、今バレエを続けていく上で一番のモチベーションとなっているのは何かということについてお伺いできればと思います。はい、私は3歳の頃姉のバレエの発表会を見に行ったのがきっかけでバレエをやりたいなと思って始めました。で、モチベーションは私たちダンサーにとって舞台で大きく踊る楽しみが癖になってしまうので、舞台上で自分の踊りが大きく楽しんで踊れる
の経験をしてしまうと、もうそれが癖になってまた次に向けて頑張ろうっていうので、それがモチベーションになっていると思います。